関門海峡を挟んだ北九州市門司区と山口県下関市でよさこい大会が開かれています。よさこいを通じて地域の交流を深めようと始まった関門よさこい大会ですが、新型コロナの影響で感染症対策を行いながら3年ぶりの開催です。大会には47チームのおよそ800人が参加して、ロケーション日本一のテーマのもと、門司港レトロや下関に設けられた4つの会場で踊りを披露しました。鳴子を持つことが大会の条件で、渡船で関門海峡を移動しながら各会場で表現力を競います。コンテスト後は今日夕方に門司港駅前で参加者全員が踊るフィナーレの総踊りが行われます。